戻ってきた。もうヘトヘトだぞ。あれ、なんで二人しかいないんだ。あなたたちが離れた後、ヨーヨと総玉はタコをあげに行ったのですが、それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくれたが、彼が先ほど言っていた言葉の意味を。お？ガミン。タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって所詮は糸に操られてる。本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだ。この言葉を口にした時の彼は寂しそうな顔だった。確かにガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。神格？そのつながりはとても細く遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。主の言うようにガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。これもよくあることです。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ、だからこそお互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。ただの雑談だぞ。カオンってほんとどんな情報も聞き逃さないんだな。ふん、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウアンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。うん。心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。ダメダメ、ザオ茶とチコ魚焼きはとっくに消化したからな。神格、カウン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。あ、まさか二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。料理を運ぶならオイラたちも手伝うぞ。足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前にリュウンシン君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。当然だ。リーウェで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカーンは最近何色を好んでおる。最近の好きな色？どうして急に色のことを。我は黒が好きだ。ふむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって
わらわの感性を受け継いでおるな。汚れが目立たない黒の良さを最近身をもって知った。カーンはどうだ？私は黒と青どちらも好きです。その素材着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなくこんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて、お心遣いありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。カーンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで身には甘みがギュッ詰まってたぞ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたらきっとオイラと箸で戦うことになってたからな。ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕餉を馳走したかったのだが仕方がない。今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう。龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける糸から解放されたいようだった。糸、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。どこから説明したら。あ、カーンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか？家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ家出してから一度も帰ってないんだ。何？そのようなことがあったのか。事の始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。そのようなことが。これは放ってはおけぬ。怪盗祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日裁縫師を探していた時、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の選定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾りの付け方に至るまで、千人の集まりの場で罰難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。それでわらわはさりげなくミヌの考えを探ってみたのだ。すると裾がなびく姿こそ千人の気品を感じさせる霊視だというのがあやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは帝君さえお手上げなほどであった。その後話が脱線したな。詰まるところわらわが言いたかったのは、怪盗祭は団らんを祝う、まだ手を打つ時間はある、諸行無常、苦難や不測の出来事は招かれざる客人のごとく無情に訪れるもの。言ってることはわかるけど。龍神君、何か案はあるのでしょうか？ふむ、戦術を使うか、いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか？そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して皆はどう思う？おお、いいと思うぜ。わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、
2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息を取るといい。